こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はアイシャドウを使って可愛く見せるやり方と大人っぽく見せるやり方の2つのパターンをグラデーションの入れ方の違いでやってみました。大きくガラッと変わりますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。一番上の色を取ります。アイホール全体につけていきます。真ん中の色を取ります。縦に大きく目を見せていきたいので、二重幅のところまで色をのせてグラデーションを作っていきます。左下の濃い色を取ります。目の際に締め色を入れていきます。その時細かいのでチップで塗る方が綺麗に色がのります。違いを見せるためにこちらのアイシャドウを使っていきます。ベースはこちらの色をつけていきます。アイホール全体に色をのせていきます。こちらの色を使います。切れ長で横に大きい目を作りたいので、目尻側から目頭にかけてグラデーションを作っていきます。まずこちらから色をのせていきます。この色を取ります。目の際に締め色をのせていきます。横にグラデーションを作るときに目尻側を少しくの字でアイシャドウを入れていきます。縦にグラデーションを作ることによってバッチリ可愛らしい印象に仕上げてくれます。横にグラデーションを作ることによって大人っぽく切れ長に見せてくれます。